案内をずっとギャーギャー言いながら歩いてきましたね。もう乗ってたんですけど大丈夫ですか。はい、はい、ということでですね、はい、おがちでございます皆さん。一日店長ということで、はい、そうでございます。実はね、来てますけれども、はい、一日店長と言いながら来たのはさっきなんですけど何もないというね、そういうことなんですけれども、すいません、はい、今回はですね、はい、こちらに回りますけれども、はい、この栄太郎の語らんで熊本復興を応援するチャリティー CD が企画されまして、はい、先月ですね、11月23日に日本コロンビアさんから、はい、発売をされました。はい、はい、買っていただいた方どのくらいいらっしゃるんでしょうか。手を挙げてください。まだ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 、ありがとう、ありがとう、まだ今日のまちゃん手を挙げらんだ、のまちゃん、ありがとうね、のまちゃん買ったっちゃう。はい、そうなんです。で、今日はですね、はい、イベントを、まあ、こちらで今からね行わせていただくんですが、そのイベントの中でカタランネマニアナンバーワンは誰だ、カタランネクイズ選手権を行います。ねえ、なんか動物を見るような目で、サーカスなんで、はい、それからCD を買っていただいた方、はい、オガッチとの、今日はオガッチはね、特別になかなかやりませんけれども、サンタコスで、サンタコスでございます。35歳のサンタコスで、あれ、サンタコス中で今日は来ました。これサンタの通称の撮影会が何でも言うけどですね、大きな声で言うと恥ずかしかったですね、それはね、ツーショット撮影をってもということになっておりますので、よかったら販売もそこでね、そうですね、させていただいてますので、はい、よかったらご購入くださいね、よろしくお願いいたします。はい、さあ、ということで、まあ、今日はね、この CD の、ね、応援隊長兼蔦屋書店熊本三年坂店一日店長ということ で、 そうなんです。おがち改めましてやってまいりたいと思いますが、ね、大丈夫こっちは落としてもいいけど、マイクは落とさないで。わかりました、マイク高いですからね。はい、この CD ですが、おがっち、まあ、どういう経緯でまずは出来上がったのか。そうなんですよ、今年のですね、4月に起きた熊本地震でですね、はい、やっぱり皆さん、いろんな大変なことがありました。もう県民の皆さん、それぞれがね、やっぱり被災してね、はい、大変な思いしましたよ。今もそうですけれども ね、そうそう、でも少しでもですね、元気を出していただきたいということで、はい、まあ、語らんね、番組スタッフですね、みんながね、元気になってほしいということで、この番組内でその栄太郎さんが作詞作曲した歌があるんですよね。そうです、そうです、すやすや明日は晴れ、はい、ね、そしてもう一つ熊本弁バージョンのラジオ体操、そうですね、その2つをですね、地震後番組内で体操をしたり歌ったりということをさせていただきました。流させていただいたところ、はい、本当にたくさんの方がね、どうにかね、はい、ご自分の家でも聞きたいとか、 それからラジオ体操はみんなでやりたい、はい、小学校にくれないかとか、うん、そういった方がたくさんお声がいただきまして、はい、本当にありがたいことでね、そうなんです、元気が出たという言葉をいただいてですね、はい、そうなんです、はい、で熊本だけじゃなく、はい、全国の皆さんにも知っていただきたいなということで、ね、全国発売が11月23日に始まった。なかなか無茶ですよ。そうなんです、栄太郎の語らんでって言って CD が全国で発売されたんですよ。だから熊本の方はね、結構こうやって知っていただいてる方増えてきましたけど、はい、県外の方がどれくらい分かっていただけるか、いや、それもこれを今日ね、発表来てらっしゃいますけど、日本コロンビアのね、はい、皆さんの力をね、いただきまして、はい、無茶を聞いていただきました。そうなんです、本当にありがとうございます。今日は東京からも来てらっしゃるんですよ、東京からね、東京、福岡から来ていただきました。ハッピー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 、滑りますね。ありがとうございます。滑り芸見事でしょ。イエー、滑ってもいいはい、ということで、すごすぎ、まあ、で出来上がった皆さんに元気になっていただきたい、はい、そしてこの売り上げはですね、一部を熊本県の方に義援金として寄付をしていただけるということですので、はい、まあ、そういった意味も含めてですね、皆さんそれぞれがやっぱり被災されて大変なことになってね、いらっしゃると思いますけれども、まあ、皆さんよかったらね、はい、気持ちを一つ共有できるといいなと思いますので、はい、ご購入いただいて、まあ、おがちとの通帳と写真をですね、ぜひ撮っていただきたいなと
思っております。よろしくお願いいたします。皆様、はい、ということでですね、はい、ではこちらのイベントも先ほどちょっと紹介しました、はい、でやってまいりましょうか。あ、しましょうか ね、やってまいりましょうか、はい、いきますよ。カタラテマニアナンバーワンは誰だ、カタラテクイズ選手権、イエーイ。すごい、ここの男子集団ですね、まあ、それぞれレギュラー曜日があるわけですけど、月曜日から金曜日までですね。分かりますか、はい、おばっちは何曜日と何曜日か分かりますか。月曜、木曜。おー、よいしょ、オタクだ、オタクだ、よいしょ。それクイズじゃないです、それクイズじゃないですよ。私は分かります、私が何曜日か分かります。木曜日、木曜日、木曜日、すごい、おー、ありがとうございます。男の人しか答えない木曜日、男性ファンも大好き、ありがとう、大満足、ありがとうございます、はい、ということで木曜日ね、私とオガッチは実は、まあ、同じ曜日のレギュラーなんですが、オガッチが木曜日に担当しているコーナーといいますと、はい、出張くまモンと語らんでというコーナーですね。はい、そうなんですね、はい、これ太田博樹さんとね、くまモンと私3人で、はい、させていただいております。はい、私よく太田博樹さんと間違えます。そうなんです、そうなんです、私は田中洋平、田中洋平さんですよ、ね、はい、ということで、はい、まあ、その太田さんと小勝ちと、はい、熊本が一緒にやってる中継ですね、生中継の方、そうなんです、ね、はい、県内いろいろあちこち行くんですが、はい、まあ、熊本がね、やっぱり出てらっしゃる熊本ファンっていうのがたくさん日本全国、世界中にいらっしゃるわけですよ。今ね、で今動画のサイトでそう、もう全世界の皆さんがこの出張くまモンと語らんでコーナーを見ていらっしゃるので、くまモン人気ももちろんなんですが、はい、なんと便乗して、はい、おがっちファンが世界中にいらっしゃる、おがっちが香港旅行とか行くともうムーン、おがっち、おがっち絶対なりますよ。結構ね、アジアのね、熊本さんが多いから、熊本の誕生祭とかやると結構ね、世界中から来ていただけるけど、おがっちとかね、太田さんが出るとそれだけでうわーってなります。太田さん会いたいな。そう、太田さん会いたいでしょ。太田さん会いたい、太田さんと思ってる。何でもいいですが、はい、とにかくね、それだけやっぱね、はい、今ね、全世界から温かい目を送っていただいている、うん、いや本当にね、ですよね、ということなんです。全国世界、はい、で今回はカタラネクイズ選手権と、はい、まあ、言いつつも、はい、実際はですね、くまモンとカタラネクイズ選手権になります。生中継をやっている中での、はい、まあ、いろいろ起こったことをクイズにしていきたいと思いますので、だからそう、生放送この辺強いぞ、この辺強いぞ、簡単だと思いますよ。現場に行ってるから、はい、現場現場毎週見てらっしゃる方なかなか難しいかもしれない、ね、現場に来ていただいてる方もたくさんいらっしゃるでしょ。そうなんです、結構いらっしゃる、本当に嬉しいです。皆さんちらほら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 、じゃあクイズやっていきましょうか。はい、よろしくお願いします。クイズはですね、2択でやっていきます。2択でやっていきますんで、はい、そうですね、A と B と、まあ、選択肢があるわけなんですが、はい、じゃあ A の方は、はい、どうしようかな、右手あげる、あ、手あげる、手あげる、 A と思った方は手を挙げる、ね、はい、で、B の方は手を挙げない、手は挙げないにしましょうか、挙げないようにしましょうか。分かるかな、それ、ね、で、外れた方はそこで一応終了なんですけれども、だからその次の問題は当たった方だけ答えていってもらって、一応5問用意してます、はい、5問難しいね、はい、で、最終的に、3名様に、はい、おがっちから、はい、素晴らしいプレゼント、そうなんです、だろう、もうここでしかいただけないものが、いただけないね、あります、ここでしかいただけない、ここでしか絶対一生いただけない、一生いただけない、あんまり言うと、あげるの一生、あんまりいかないで、破られるようなもの、破れる
れるようなもの、はい、というものなので、はい、まあ、よかったら皆さん最後まで、ね、お付き合いください。忘れた方は、ね、そこで終わりですね。なるべくですね、皆さん前の方に参加していただける方は、ね、前の方によろしくお願いします。来ていただけると助かります。お客様の通られる通路はちょっと開けていただけるとありがたいですね、はい、すみません、ご協力お願いします。ありがとうございます。さあ、それでは行きましょうか。はい、はい、では行きます。第1問、じゃじゃん、はい、今年のですね、2月11日に放送した分なんですが、はい、坪井川の湧水公園、わかりますか、はい、あの大きいね、まあ、行かれてましたか、ね、はい、そう、あの遊びの、ね、遊具があって、はい、立派な遊具があるんですが、はい、この日はですね、祝日だったので、はい、熊門を探せ、あのつくものを持って集合と、いうのをやったんですよ。はい、わかりますかね。あがつくもの、頭にあがつくものを持って集合してくださいと、うん、で素敵なものを持ってくださった方にプレゼントを差し上げますよという企画をやったんですよ。で、大勢の方が集まってくださったんですが、はい、見事その中で商品でクオカードだったんですけども、このクオカードをゲットしたのは何を持ってきた人だったでしょうか。さあ、皆さん、2択ですよ。2択、 A の人は手を挙げてください。 B の人はそのまま。 A、新しい下敷きを持ってきた女の子。新しい下敷き、あ、で B、あんもちを持ってきたおばあさん。あんもちって何、そもそも。いいですか。 A はあんころもちだ、あんころもちだろ。 B はあんもち、はい。さあ、じゃあ A だと思う人は手を挙げてください。 B だと思う人はそのまま、どうぞ。さあ、 A はいいですか、新しい下敷きですね、はい、外れたらもうその場で、あの、はい、参加できないということになりますので、ね、お願いしますよ。はい、いいですか。はい、もうじゃあそのまま答えは出しておいてください。じゃあ答えを発表しましょうか。答えはこちら、じゃじゃん、 A の新しい下敷きが正解です。イエーイ、今日の方が当たりということで次の問題に進みます。当たらなかった方はもうその場ですいませんね、あの一応終了ということでお願いします。そうなんです。小学生の女の子がね、まさか新しいから来るとは思わなかった、ね、そこに栄太郎さんもピクってね、されて ね、そうそう、面白い、やっぱ発想もね、お子さんユニークだなと思いますけどね。はい、ということでございます、はい、手を挙げた方だけじゃあ次残っていきますよ。はい、じゃあ2問目参りましょう。2問目、じゃじゃん、その次の週だったんですね、2月18日に放送しました上町県の鹿島町のですね、はい、足出光神という海神社ですね、す、足出光神さんというところでございます、はい、中継をやりました。で、あの熊本城マラソンの直前ということで、はい、まあ、手と足に御利益のある神社で、はい、まあ、その独特のちょっと祈願法、三大祈願というのがあって、三大祈願、それをご紹介したんです、はい、でちょっと面白い祈願の仕方があるんですね。で、三大祈願って3つあるんですが、その3つ目に紹介をしたのは鳥居に何かをするっていうのが祈願方法です。鳥居にね、はい、はい、いいですか、はい、でいきますよ。 A、 鳥居を拝む、これが A です。で、 B、 鳥居に石を乗せるっていうのが、これが、B です。さあ、この足出光神さんの独特の祈願の仕方、三大祈願の3つ目は一体何だったでしょうか。鳥居に、ドキドキ、B だよ。鳥居を拝むのか、見てないのか、石を乗せるのか、A か B か、はい、A だと思う人は手を挙げてください。拝むだと思う人は手を挙げてください。それではよろしくお願いします、はい、どうぞどうぞ。さあ、お、みんな挙げてないですね。いらっしゃいませ、いいですか、拝むじゃなくていいですね。もう今もし、あの一人だけ当たったらもうその人優勝です、ね、優勝です。勝負にかけてもいいですけど、はい、3、2、1、はい、じゃあ答え発表いきましょう。答えは、正解はこちらです。鳥居に石を乗せる。素晴らしい。これは見てなかった。素晴らしい。乗せられるぐらいの高さなんですか。そうなんです。この鳥居ですね、年々ごとに、年々ごとに、あの、下がってきてるらしいんですよ。年々ごとに下がってきてる。鳥居が、あの、だん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 って年々。だん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 。だん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 。そんな激しくは下がらない。いや、言ってない。言ってないけど、ちょっとずつ下がってきてるみたいで。そうなんですよ。昔はすごく高かった。高かったのに。今乗せられるぐらいになってる。届くぐらいの鳥居になってる。ということで。ご利益があるそうですよ。はい。皆さん正解でしたね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、はい、今ね、1問2問勝ち抜いた人だけ、よし、ね、3問目でございます。3問目、じゃあ3月です、
3月24日、はい、道の駅水俣、はい、水俣でも観光物産館松ぼっくりから中継をやりました。はい、何の中継だったでしょう。小林言っちゃっていいですか。いいよ。何を紹介するかというのは言っちゃっていいですか。あ、いいよ、紹介です。何でしたっけ。おーい、サラタマちゃん、サラタマちゃんの紹介の時期だね。紹介でしたね。そういうことです。で、この中で、まあ、生中継中にオガッチが見事優勝したイベントは何だったでしょうかというクイズ。いいですか。A、サラタマ早食い競争。B、英語検定1級。あ、それはないな。いや、それはないなって言われる。それはないなって言われるよ。 B は、 B はちょっとこれ勝負にかけてもいいですか。 B はちょっと、 B はちょっと、 A だと思う方は手を挙げてください。どうぞ。はい、そうだってもらいたい。検定がね、はい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 、正解です。はい、英語検定おあったね、そういえば。英語検定1級じゃなかったら迷ったの。食べられないです。そうなんです。一気に食べると大変なことになります。すごい。サラダはやっぱ食べやすかったですね。めちゃくちゃ美味しいですね。美味しいですよね。ね。はい。優勝したんですよね。そうなんです。ぜひ皆さんも食べてください。見たかったですね。はい。はい、素晴らしい。さあ、続いてじゃあ4問目参りましょう。はい。4問目。じゃじゃん。じゃじゃん。7月21日、夏でございますね。はい。取りましたね。はい。八代市のですね、八代この、まあ、本町アーケード、うん、あー、わかりますか。はい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 、はい、本町アーケードから、中継やりました。八代熊川祭りの紹介ということで中継でございました。その中でですね、ケーキ屋さんですね、スイーツショップシュンシュンというケーキ屋さんをご紹介したんですが、ここにはあのケーキにある特徴がありました。はい、その特徴は一体何でしょうか。生クリーム、A、すべてジャンボサイズ、ジャンボサイズね。A はすべてジャンボサイズ、 B はケーキの名前が漢字一文字、漢字一文字、ケーキの名前、さあ愛とかケーキ悪いな、恋とか、何言ってんの。ちょっと惜しいです。ちょっと広がるところがはい、A はすべてジャンボサイズ、 B はケーキの名前が漢字一文字。これちょっと迷ってらっしゃる方が結構いらっしゃいますね。はい、今まで勝ち抜いた人だけお願いしますね。はい、はい、じゃあ A だと思う人手を挙げてください。どうぞ。漢字の方がありえるかな、うん、ジャンボサイズじゃない、何も、はい、何もあれないもん。あとじゃあもう B の人ですね、皆さんね。はい、いいですか。かけなくていい勝負にね。大丈夫です。大丈夫ね。はい、わかりました。答えはじゃじゃん、じゃじゃん、B の漢字一文字のケーキ。やったー。漢字良かったもん。これ例えば10で10重いという重ねる漢字良かった。はい、それからね、他にもいろいろありましたよ。いろいろね、ありましたよ。 URL の数、そうそういったものがありました。はい、ということで皆さん正解。だから迷う質問じゃないもん、簡単だもん。美味しかったです。食べたくない。もっと迷う質問だよ。毎週見てるんだけど全く分からない。クーラーがすごいシュンシュンさん聞いてたんですよ。本当に嬉しかった。暑かったもんね、今年の夏はね。そういうことですよ。本当ね、いろいろ大変だったね、今年はね、思い出します。さあ、じゃあ最後の問題です。今勝ち残ってる人どのくらいいらっしゃるんですか。ほとんどですね、ほとんどですね、問題なくなってきました。最後の問題です。スコ、最後の問題いきます。スコ、6月23日、6月23日です。菊池郡菊陽町原水の高森さんというお家のオクラ畑から中継やりました。はい、旬のオクラの紹介だったミスター。今おばちがこれ持ってます、オクラ、ジョニーという名前の品種でございます。はい、はい、品種のオクラです。その由来は一体何でしょうか。ジョニーでしょう。名前の由来です、はい、A、ご先祖様の名前から取った、はい、B、ジョニー大倉から取った。さあ、わかりますか。お考えください。はい、ください。 A はご先祖の名前から取りました。いや、先祖様、 B はジョニー大倉の名前から取りました。ジョなんとかさんかもしれんよ。さあ、それでは A だと思う人は手を挙げてください。 B だと思う人はそのままどうぞ。A の方が手を挙げてください。
まあ、迷ってらっしゃる方もいらっしゃいます。なかなかいいですか、いいですか、ファイナルアンサー、お姉さん方いいですか、ファイナルアンサーめっちゃニコニコしてるね。はい、さあ、じゃあ答えはおわっち、はい、お願いします。答えは B のジョニー大倉さんです。いや、本当にそうなんです、いや、わからないもんけど、これだろうと思って。そんな名前の付け方あるのかな、ファンだからね、ジョニー大倉さんのファンだからね、素晴らしいですね、お姉ちゃん知ってたの、そうです、ね、知ってたの、ね、なんか、ね、大事な、あ、そうね、愛のメモリいや、それはあの、それは松崎しげるじゃないか、ありがとうございます、皆さん、ツッコミ上手、皆さん、愛が感じられるということで、5問終わったんですが、はい、勝ち抜いてらっしゃる方は、はーい、ほぼみんなや、わかりました、じゃあスペシャル問題、おあ、本当の最後の1問でスペシャル問題いきましょう、はい、いいですか、はい、スペシャル問題は、さあ、いきますよ、だろ、オガッチが昨日の晩ご飯で食べたものでしょそれわかんねえよ、それわかんない、それはわからん、よく聞いてください、いきますよ、 A はペヤング、ペヤング、焼きそば、ペヤングだね、焼きそば、焼きそばペヤング、わかる、 B はボルシチ、ボルシチ、おお、ボルシチ、おしゃれ、おしゃれじゃん、ボルシチ、わかりますか、わかりますか、ボルシチ、ロシア料理でしょ、さあ、 A はペヤング、 B はボルシチ、どういう選択肢なんで、これどういうクイズなんでしょう、超プライベート、さあ、それでは A だと思う人は手を挙げてください、どうぞ、 B だと思う、ほう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 、いらっしゃる、じゃ手を挙げてない方は B ということで、いいですか、いいですか、はい、じゃあそのままですよ、そのまま教えてくださいね、ペヤングで食べる、正解お願いします、正解は A のペヤングマジ、いやなんだよ、ペヤングを食べる、ペヤングを食べる、食べる35歳奇跡の、奇跡の35歳、奇跡の35歳、のやつを食べちゃった、あら、やられた、やられた、できればちょっと前に来て、やられた、7名様、8名様もいらっしゃいますね、やられた、やられた、今までの問題の意味が、今までの問題が、どうすればいいの、じゃあちょっとオガッチとじゃんけんしましょうか、じゃんけんしましょう、で、3人決めましょう、いいですか、じゃあ、残ってらっしゃる方、じゃあ右手を挙げてください、どっちでもいいですけど、挙げていただいて、じゃあ、買った方だけまず残っていきましょうかね、分かりました、3人、3人ですよ、いきますよ、おがちと、のーちゃん頑張れ、最初はグー、じゃんけんぽん、あら、あ、皆さん負けちゃったごめんなさい、ちょっともう一回やろうかな、もう一回やりますか、もう一回やりますか、なんかあまり気持ちよくないので、ごめんなさい、ごめんなさい突然参加される、気が合うな、皆さん、いいですか、もう一回ですよ、はい、最初はグー、じゃんけんぽん、あ、3人、3人、グーの方が勝ち、じゃあ4人いらっしゃいます、グーの方が勝ちです、さっき降りてこられたんです、今参加、今参加されましたね、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、そりゃそりゃダメだよ、みんな勝ち、ありがとう、上に、スケジュールにどうぞ、はい、おめでとうございます。